バッターは2番に入っている高橋。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー千賀、そしてキャッチャーは森。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。2球目打ちました。バッターは DH サンタナ。2アウトになっています。初球打ち、わずかに右に切りました。ファールボール。高めの球、ストライクになります。あっという間に2ストライクです。打ちました。オースティン一塁アウト、スリーアウトです。さあこれからジャイアンツが守備につきます。バッターはブラッシュ。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球は何から入ってくるか。初球ボール、まあ、ここは狙いを決めてそれだけを打っていく感じですね。なるほど。さあバッターは何、引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。先制のランナーが出塁。バッターは2番に入っている吉田。ヒットでランナーを1塁に置いています。体に近いところ、ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。打ちました、流しました。弾き返した打球はレフトへ、レフトが取りました。打順は3番ソト。ワンアウトになっています。アウトコース、ボール、一塁牽制、セーフ。また牽制、一塁はセーフ。打ちました、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達、チャンス。ここは少なくとも犠牲フライは打たないといけないですね。やはりピンチになると初球も慎重になりますね。ああやはりそうですか。ボール先行で、西さん、犠牲フライの打ち方というのはあるんですか。ボールをバットに乗せて、痛烈な打球、入ったー。いや、ツーボール。さあまず1球目打ちました、痛烈、ファールゾーン追いつくか。どうだ、切れました、ファールボール、ストライクになります。ノーボールツーストライクです。またファウル、まあ、ここは見送るかどうかの判断が重要ですね。なるほど、そうですか。インサイド落ちました、ファールグラウンドへ打ち上げていますが、切りました、ファールボールです。さあ5球目は何か、引っ張った、サードが取る、ツーアウトになりました。バスターは失敗です。バッターボックスは6番岡本。ツーアウトランナーありません。インコース打ちました、いい当たり、切れました、ファールボール。レフトが追いかける、入った、ホームラン。いや、インサ初球打ち、ファールゾーン追いつくかどうだ、切りました、ファールボールです。
打ちました。セカンドの右抜ける。ランナー出ました。ジャイアンツです。2アウトランナー1塁。打席には8番バッターオースティン。ヒットでランナーを1塁に置いています。いきなり牽制セーフ。一塁牽制、一塁はセーフ。ここも牽制セーフ。走ってきた。キャッチャー送球して盗塁成功です。キャッチャー送球して仕掛けていった。ついに最終回を迎えました。追いかけるジャイアンツの攻撃。バッターボックス